こんにちは、ヒロと申します。今回の動画は、本日1月16日、クラブセレクション、トッテナムが登場したということで、こちらのガチャ評価やっていこうと思います。回数制限3回ある中で8人の選手が登場したんですけども、なんといってもソン・フンミンが大目玉ですね。レベル上限26で初期能力値も高いんで、スパサブソン・フンミンとかワールドカップの持っている方も持ってない方ももちろん引いておきたいソン・フンミンだと思います。個人的にはセンターフォワードかウィングで使うのかで振り方が変わっていくと思うんですけど、どちらに振ってもめちゃくちゃ強いソン・フンミンが出来上がるんで、狙ってもいい選手かなと思います。メイン赤の方で引くことができたんで、明日タレントデザイン2種類解説していこうと思うんで、気になる方は見ていってください。他にもフルセフスキだったりビスマだったり、それぞれのポジションで強力な選手もいるんで、ソン・フンミン狙いだけでも引く価値はあると思うんですけど、いつも通り無課金美課金向けのガチャ評価になるんで辛口になってしまうんですが、5段階評価で SABCD の中から選ぶなら今回は B ですね。本当に引きたかったら引いてもいいけど、まあ、我慢してもいいかなっていうガチャですね。まあ、自分は我慢できずに引いたんですけど、ソンが強すぎたんで引きに行っちゃいましたね。個人的にはソンだけが欲しかったんで、まあ、出ない方も多いと思うんで、普通に無課金美課金はするでいいかな。ここは引き時だっていうガチャはいずれ来るんで、それまでは待機でいいと思います。ということで今回はクラブセレクショントッテナムのガチャ評価になります。明日はソン・フンミンのタレデザ2種類解説していこうと思うんで、ぜひ獲得した方は参考に育成してみてください。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。最後にチャンネル登録高評価お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。